おはようございます。札幌で陶芸家として活動している岩山陽平です。はい、今日はですね、僕の工房は半地下の車庫、実家の車庫を使わせてもらって、その半地下の車庫で陶芸をしています。その陶芸をしている半地下の車庫なんですが、実は排水がですねありません。水道、浄水も下水もないんですね。水道システムっていうの、水道管とかついてないんですよ。なので、今回はですね、どのようにして、水問題を解決しているのかっていう動画を撮りたいと思います。テーマは排水についてですね、どうやって排水しているのかっていうのが主なテーマとなります。すごい、コアなテーマだと思います。このテーマすごいでしょ。思いついたのすごいなって思うんですけど、思うかな。まあ、このテーマ排水について、はい、排水について、今回は撮ろうと思います。このテーマですね、排水について、よくぞ思いついたと、自分を褒めてやりたいところなんですが、なんと今回ですね、僕の陶芸の先生である、修行時代とてもお世話になった先生である橋本忍さんとのコラボレーション動画ということですね。なんと橋本さんからですね、排水について、同じテーマで撮って同時刻に YouTube の方にアップしようというような、企画をいただきまして、今回ですね、僕の先生である橋本忍さんと排水についてそれぞれのやり方で、それぞれのチャンネルで、YouTube に動画アップしますので、ぜひぜひ皆さん、ご覧ください。橋本忍チャンネルの方もですね、僕の動画の説明欄ですねに載せておきますので、 URL 載せておきますので、100% とはまあ、言い切っていいですね。そっちの方が、多分分かりやすいと思いますんで。はい。そちらの方も、ぜひ、ご覧ください。はい。じゃあ、工房行きます。今日はちなみに、また、セブンのコーヒーでーす。この車庫の奥ですね。家の半地下の、半地下になってるんですが、このシャッターの奥に僕の工房があります。当然のことながら、この中には、浄水も下水もありません。どのようにやって、水問題を解決しているのか、今からご説明します。はい、それでは工房の中に入ってきました。では簡単に説明していきます。まず水ですね。水道がついていませんので、水はこのように大きいペットボトルに汲んできて、これを作業用の水として使います。冬はこのまま使ったら寒いので、こんな感じで、ティファールみたいなディファールで、それはティファールなんですけど、ティファールで、お湯を沸かします。これで温かいお水で作業することができます。はい、で、そこで問題の排水なんですけれども、僕の排水システムがこの、あれですね、オイル缶2つを使って排水をいつもやってます。どのようにやってるかと言いますと、すごく簡単です。まず作業中に出たこのドローっとした泥水ですね。今これ、ね、粘土だけしか入ってないんですけど、例えば釉薬仕事した後なんかは、酸化鉄が入っていたり、いろんな重金属が入っていたりするので、そのまま排水口に流すのはとても危険です。土壌汚染の可能性があります。粘土もこのまま排水口に流すと排水管の詰まるの恐れになると思います。なので、このまま流すということはしません。まずこのオイル缶の方に、ですね、結構ですね、そこにこのね、ほら、これますか、粘土とか溜まってるんですよね、作業すると。で、これをオイル缶にバージャーっと捨てます。はい。でもこの残ったやつもですね、上水でこんな感じで、さて、適当にザーッと、またどうせ使うもんなんでね、ザーッと洗います。はい。これで、このオイル缶がもうだいたいこれちょっと満杯に近づいてきてるんですが、8割ぐらいになるまで、これをここにジャバーッと捨てて上水で適当に洗ったりします。で、8割ぐらい、溜まったら、今度はこれをですね、何日間か放置します。そして、
放置するとどうなるかと言いますと、今これ泥水なんですけども、これがですねバケツの中ですね。はい、これバケツですよ。分かりにくい絵ですけど僕の手書きです。傭兵画伯の手書きです。はい、このバケツの中が完全に、泥ヘドロが沈殿して、上が水だけになるような状態を作るのに何日間か置けばですね、ぐーっと重たいものが下に沈んで上は綺麗な水だけが残ります。はい、それがどういう状態かと言いますと、こっちのですね、オイル缶がちょっとしばらく放置したやつなんですけども、これまだ 2,3 日しか経ってないのでちょっとまた濁ってます、上がね。でも本当はもっと透き通って綺麗な水になってから捨てるんですが、この 上積みの水だけですね、よいしょ、見えない、はい、この上積みの水だけをこうすくって、本当はもっと透明になってから捨てます。まあこんな感じでですね、上積みの水を取ってこれを排水口の方にバジャーっと捨てに行きます。はい、これね、全然泥も何も沈んでないですよね。こんなような状態になってからですね捨てれば排水管も詰まりませんし土壌汚染にもなりません。はい、これは一旦戻します。そして今度ですね、水はこれで簡単に捨てれます。じゃあ次ヘドロ、ここに溜まったヘドロどうするのか。はい、これも簡単です。これ、はい、次ヘドロですね。これ100均で買ってきたなんかすくうなんか網ですね、天かす取るようなやつかな、なんですけど、これで底の方のヘドロ取ります。はい、見えますかね、ほらこんなにですね、真っ赤でもないけど赤みがかったヘドロが底の方に眠ってます。これが第2酸化鉄とか粘土の塊なので、これを捨てると排水管詰まったりします。こんなに溜まるんです。意外と、このまま捨てるのは危険なんじゃないかなと思います。はい、なのでこのヘドロをですね、なんかまあ何でもいいんですけど、今ちょっとこれに入れちゃいますけど、こう何でもいいから容器にこうやって溜めとくんですよね。はい、まあこんな感じでいっぱい溜めときます。でこれをちょっと乾燥させます。で乾燥させたのがこんな感じになりますね。これがヘドロが乾燥したやつですね。でこれを乾燥させて、今度は釜の方にこれを入れて素焼きします。素焼きして、800度ぐらいでですね焼き固めたものを今度は燃えるゴミに、入れて捨てます。これが簡単な僕の排水システムです。これは上積みの水を捨てればまた水かさ減りますから、そしたらまた水をバジャーっと捨てていけばいいんですね。こっちはまたしばらく放置して、こっち上積みの水が減った方にまたこう捨てていくっていうような感じですね。もう簡単です。これだけで僕の排水は全部、一年中これで賄ってます。別にね排水口がなくても、このように陶芸をすることができるので、まああんまりいないとは思いますけど、車庫で、陶芸をしている人がいれば、下水がないところで陶芸をしている人がいればそのまま捨てるんではなくて、このような方法を取れば、その土地も汚れませんので、ぜひぜひ、お試しください。さらにもっとこんな方法あるよなんて人がいればね、教えていただければありがたいです。はい、じゃあ僕の排水システムはこんなところです。もっとより詳しくは、より詳しくというか僕とはまた違う、システムを、僕の師匠である橋本忍さんが橋本忍チャンネルでやってますんでね、ぜひそちらもご覧ください。はい、それでは、はい、さよなら、さよなら、さよなら。